YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。住友不動産の松浦です。今回は各路線から梅田ガーデンレジデンスまでのアクセスをご紹介します。人通りの多い大阪駅前の撮影ですので、早起きして早朝6時からの撮影でございます。今大阪駅前におりますが、なんとご覧ください、あちらに見えるのが梅田ガーデンです。徒歩5分圏内に JR、阪急、阪神、大阪メトロ御堂筋線、谷町線にアクセスできる、まさに都心立地です。それでは行きましょう。こちらから地下に降ります。隣にエレベーターもございますが、今回は階段で降りてみましょう。大阪駅前の大きな交差点も地下ルートですと信号もなく快適です。右手側に見えますのが阪神電車大阪梅田駅です。左手側には大阪の大動脈、大阪メトロ御堂筋線梅田駅の改札です。あちらのエスカレーターを上がると阪急大阪梅田駅の改札へ行けます。そしてすぐそこが大阪メトロ谷町線東梅田駅の改札です。こちらの地上には曽根崎警察署がございます。それでは地上に上がりましょう。地上に出ますと頭上に梅田ガーデンレジデンスが見えます。もうすぐ現地です。お初天神商店街を入ると現地に到着です。地下街を通って御堂筋梅田駅3分、JR 大阪駅5分という、まさに都心立地に誕生する梅田ガーデンレジデンス。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。詳しくは住ふ梅田で検索をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。